今回はですね、玉木代表にですね、時間を取っていただいて、はい、そして、ちょっとお話をさせていただいております。代表よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はここはかの有名な玉木チャンネルの現場に来ております。はい、やってます。はい、ここにね結構カキカキして、もう事前に何も決めずにですね、今日の朝の新聞とか、ニュース見て今日何やろうかなと思ってここに自分で書いてそれで頭を整理してガーッとやるっていう、もうここが聖地でございます。かなり代表これもうね年間でYouTube で見るとあまり見えないけど細かく見るとかなりもう傷も入ったりとか、はい、もうね、ちょうどこの7月で丸々6周年になるんですね、初めて。これはもうでも元々はねそれこそ古川さんにもある種こう最初助けてもらったというかね、もともと言うと我々民進党って来たんですけど、着物等のいろんな騒動があってですね、でいろいろ分かれて小さな政党になった時にやっぱりねこう野党第一党とか与党とかだと。その新聞とかテレビにいっぱい報道してもらえるんですけど、ちっちゃくなるとどうしてもそういう既存メディアの露出が減るので、自分たちで発信できるメディア持てないかなというんで、こう苦労の中から始まったのが玉木チャンネルだったんですよね。その時古川さんに幹事長やってもらったりいろいろその苦労のスタートでですねただやってよかったと思ったのは6年前はまだ政治活動とかいろんな日常のこの政治家の発信にそれほど実は YouTube で使われてなかったんですね。であの時にいや永田町の YouTuber でやりますとかって言ったらバカにされたし、いろんなね企画も考えながら試行錯誤してやったんですけど、この前の東京都知事選挙とか、その前の衆議院の補欠選挙とかいろんな選挙を見た時にやっぱりもう YouTube っていうか動画での配信はもう欠かせなくなってきてるので。その意味であの時はまあいろんな事情で苦し紛れに始めた玉木チャンネルでしたけどやっといてよかったなと思って。当時はね、はい、代表にこんなこと言うのなんですけどかなり極物の人しかやらないっていうそういうね、でも今や本当私も地元で「いや玉木チャンネル見てますよ」っていう声よく声かけられますからね。だからやっといてよかったなと思ってですね、その意味では実は生みの親っていうか一人でもあるのが古川さんですね。今や政界随一の YouTuber 代表に銀の盾もね少し置いてるんですけど、10万人超えるとその銀の盾もらって100万人で金の盾なんですけど今20万21万人ぐらいなんで100万人目指してですねやっていきたいなと。代表が金の盾をもらったら我が国民民主党の議席は3倍増か4倍増になるんじゃないかと思いますからある程度ね、YouTube の登録者数にこれから議席って比例してくるんじゃないかなと思ってるんで、だから逆に言うとこれから出馬してもらう人にもね結構いろんな分野の YouTuber で結構登録者数を持ってる人に出馬していただくと少なくとも全国比例がある程度それに比例するんじゃないかなっていうのが私の仮説ですね。なるほど。今日はですね、はい、こうちょっと党の仲間の皆さん、はい、という方でやらせていただいてるんですけども、代表から見て、はい、私を評価すれば別にお世辞とか何もなくて、はい、一言で表すとすればというかそうですね、はい、こうおべんちゃら言うわけじゃないんですけどよく支えてくれてます。いろんなこの間苦労を共にしてきた仲間の一人だという意識がまず強いのと、実は古川さんは私のかつての大蔵省の先輩でもあったりですね、もちろん政治家としての大先輩でもあるんですけど、よくね本当に支えていただいてるなというのが一つと、あともう一つ驚くのはですね内外の人脈が広いですよ。経済界、あと海外も含めてね、あとご本人からもあるかもしれませんけどダボス会議っていうですねスイスのダボスってところでもう世界のエコノミックフォーラム、ワールドエコノミックフォーラムか、そういう集まりがあるんですけど、それこそ歴代大統領とかね各国の首脳とかも行ったりするんですけど、そういうところにも深く関わっておられるし。まあ、なんか英語でね、私がこう演説書いたり発信してちょっとなんか英訳が分かんないとか、ちょっと原稿を英訳に直してもらいたいなっていう時は古川さん頼むと、古川さんの知り合いの私がやるんじゃないですか。でもそういう人がたくさんいるので、まあそのなんかドラえもんのポケットのような方ですよね。だからまあそういう人が我が党にいてくれるっていうことが非常にまあ安心感につながっているというか、まああとまあ閣僚経験をしている、今我が党にいる唯一の経験者、大臣を経験したことがあるということですので、もちろん霞が関とかですね、いろいろ有識者の方々をご存知だっていうのは非常に何て言うかな、我が党の小さい党ではまだありますけど、幅の広さというか深さをですね体現しているのが古川元久議員だと言ってもいいと思いますね。あとはやっぱり国対っていうですね、国対委員長っていうもう最もこうなんかややこしいですね、本当はあれですよ、司法試験も受かってですね、あ、そうそう、それもすごいんですけど、理論派、どちらかと政策でずっと押してきた古川さんがもう政策は、いや脇に置いてるわけじゃないんだけど、どちらかというとこう非合理的な分野をですね、今一心に担っていただいて、時に立憲民主党と、時に維新の会と、そして時に与党自民党公明党とかですね、そういったところとも渡り合っているというのは、まあ本当に大したもんですし、助けてもらってるなと思います。過分なお言葉ありがとうございます。まあね、まあ本当代表とはね、こう特にこの間もう6年ね、苦楽を共にして辛酸をなめっていう、まあそういう感じなんですけど、まあ代表この6年間やってきて、政策でこう一番こうこれはってなんか残ってる、まあ我が党ってね、まあ特に政策こだわりがねみんな強い、まあその中で一番のこだわりというのは私は代表だと思ってるんですけども。その代表が、まあ、今振り返ってね、まあ、こだわった政策、まあそうですね、いろんな政策あるんですけど、まあ、最近のねこだわりというか、私割と良かったというか、やっぱ国民民主党が常に先導するしっていうか、先手でやるし、で結果国民民主党が言ってたのが一番良かったよねっていう政策がいろいろあるんですね。まあ、ヤングケアラーとかその、カスタマーハラスメントとかダブルケアラーとか、そういうことはもう我々が先に行って、後でこう世の中が追いついてくるということが多いんですけど、最近感じたのはね、例の政治とカネの問題で政治改革の案を我が党がいち早く取りまとめたんですね。でお金の問題に結構議論が集中するんですけど、我々4つの柱で実はまとめて、お金の問題、政治とカネの問題と、あと国会改革をどうしようかと。ね、例えばその大臣がずっと、ね、当たりもしないのに予算委員会に座ってですね、外交もできない問題をどうするかとか、党首討論の在り方をどうするかとか、国会改革の問題で、もう一つはこの政党っていうね、こんだけのお金を動かすのに実は政党を規定する一般法がないという、まあ、政党改革の問題、あとはやっぱりね、選挙制度の改革ですね。で我々このお金とその国会と、そしてその政党と、最後に選挙と4本柱で、実は令和の政治改革というのが、政治改革大綱を作ろうみたいなことを訴えてやってるんですけど、実は我々の言ったところが一番ね理想的なものだったということが今回も改めて分かったんですが、それをまとめたのが古川さんだったんですね。古川さん、まあ国対委員長もやってもらってますが、同時に選挙制度も含めたですね、政治改革本部長というのを我が党でやってもらっているので、そこは結局まあ、国会が終わった後ですね、いろいろなんか出来の悪い法律ができたんですけど、後でまあメディアの皆さんとか、あれ例えば、東京大学の谷口教授をはじめとした有識者の皆さんとか、やっぱ国民民主党のやつがやっぱり一応良かったよっていう、ね、声をね結構言っていただいたので、まあ、そういうのをねまとめている古川さんはすごいなと、ここはすごく印象に残ってますね。まあこれはね、でもちょっとやり直さない、私もね、まあもともとこの世界に入ってきた時はちょうど前の政治改革でこう選挙制度が変わってっていう、そういうところで私もこの世界に入ってきて、まあそこからこうなんか政治改革ね、本当は選挙制度改革だけで終わっちゃいけないのかったのが、そこでなんかこうほとんどエネルギーを使い果たして、あとがねこうまあシーケルトンポンになっちゃったことが今回の問題を生んでると思うんで、まあ確かにリクルート事件が98年、1988年にあって、1989年に自民党政治改革大綱できて、それ結構ねいろいろ書いてるんですよ、今も言ってるような問題ね。でそういう一部、まあ、選挙制度の改革が当時はその中でも中心になって、で選挙制度改革して93年に細川内閣ができてというのがね、まあ、その前の改革で、古川さんが当選したのが96年ですよね。だから新しい制度になって初めての選挙の時通って、でその中まあねこの小選挙区と比例の組み合わせの今のまあ我々やってる制度がまあ当時は改革だと言われて、まあちょうど丸30年これでねやってきたんですけど、やっぱりねこれも問題があるんじゃないのかなということで、一回選挙制度も30年ちょっとやってきていろんな弊害も出てるんならそこも含めて変えていこうと。いうことをですね、まあ、古川さんがそういう意味ではこうね30年ぶりの改革を、ねはい、なんとかぜひね実現したいなというところで今取り組んでいると、まあこれもね大王おっしゃったようには我が党がそういう改革をまあ先導していく、まあ小さい党だから我々だけではできないんですけどね、まあぜひ先導していきたいと思います、ねはい、ちょっと話こう変わるんですけども、はい、最近の代表のなんかこうマイブームみたいなのがありますか？マイブームはねNHK の朝のドラマでですね「虎に翼」ってやってるんですね。はい、でまあ女性初の、日本初の女性弁護士の一人である、方をモデルにしたドラマなんです。これがなかなか面白くてですね、戦前戦後のですね、私も法律とか勉強した立場からすると、日本国憲法ができて14条ができて、男女の差別をなくしましょう、ただいろいろやっぱり現実は問題があって苦労しながらやっていくし、トラちゃんのお母さんは丸亀出身なので、そういういろんな、香川県との怒りもあるし、なんかね結構面白くて、で今日弁連の会長さんも女性になりましたし、まあジェンダー平等とかねいろんなことは言うんだけど、ああいうこう歴史の中でねいろいろこう勝ち取ってきたっていうか、いろいろやっぱり古い考え方っていうのは、その当時は変えるの大変難しかったし、でもそれをちょっとずつ変えながら今日に来てるのかなという、ドラマがはまっていてですね。こう家族で見てるっていう感じですね。私もね唯一見るのが朝ドラなんですね。いつもね大体会議とか8時から始まるんですけど、そうBS だと7時半からやってんで、あそうなんですね。そうなんですよ。それ利用しよう。古川さん見てます？見てますよ。で私ねトラちゃんを見ると。ハテっていうのか、見てると伊藤孝恵を思い出したような感じで、我が党なんかなんとなくねああいう何事にもハテっていうのはね伊藤孝恵参議院議員はなるほど、トラちゃんは伊藤孝恵か、それおもろいね、確かにね、ちょっとそんな感じありますね。いいんですよ、だからね、でも彼女のね感覚も大切で、我々ある種の男、まだまだそうは言ってもこの世界は男社会だし。なんていうかな、一つの慣習ルールがある中でそこに伊藤孝恵は、ある種ね民間出身でもあるしお母さんでもあるしいろんな立場で「はて」って言って疑問を投げつけまくってるっていう意味では確かにね、そうか伊藤孝恵か、だからそんな感じでそれ言われてる男の側の気持ちがなんか私見てるとよく分かって、そう伊藤孝恵言ったことあるんですよ。いやこの前伊藤孝恵のパーティーで私言いました。なるほど、そうだ、面白いね。はて、はい、じゃあ最後にですね、代表ですね、これから目指すものっていう、それはですね古川さんと一緒に政権を取りたいということですね。まあね、それは我々で今単独で過半数取るっていうのはそれは難しいと思いますが、ただこれからはですね、その次の特に衆議院選挙の後とか参議院選挙の後は日本の政治状況がどうなってるか分かりません。で一言で言うと、どの党も過半数を取らないような状況になる中でね、やっぱり我が党も重要な役割を果たせる可能性は出てくるし、もちろん我々がまずもっと大きくならなきゃいけないというのが大前提ですけども、その中でやっぱり我々の言う政策をしっかりはめ込んでいけるその環境とか状況が生まれる可能性が高いので、実は古川さんもそうだし私もそうですけど、今我々言ってる政策っていつ与党になっても言えることを言ってるんですよ。だから非現実的なことは言ってない。でも今の自公とか霞が関だけではできないようなね、そういう政策を先手先手で打ち出しているという自負がありますから、それを花開かせたいなと。そうですね、はい、もう私もね、まあ、やっぱりもう一回政権はなきゃね、特にうちの党のメンバーみんな真面目で、与党にいたらすごくいい仕事するなと本当に、まあいつもでもね、与党を体験してるだけにすごい思うので、まあ早くね、やっぱりそういう状況を、まあ、代表を先頭に私もやりたいですね。及ばずながらしっかりこれからも支えさせていただきますので、ぜひぜひお願いします。頑張りましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。